んこんにちは、みつきです。今日は夏の GU アイテムを使った男受けデートコーデ3選を紹介したいと思います。いろいろとデートのシーン別にコーデを組んでみたので、ぜひ皆さん楽しんでみてください。それでは1つ目のコーデに参りたいと思います。こちら1つ目のコーデです。こちらのコーデのテーマがボリュームとタイトさをうまく掛け合わせた王道モテコーデになります。袖のふわっとしたボリューム感と、男性の大好きなひらっと揺れるマーメイドスカート、男受けしそうなシルエットを詰め込んでみました。こちらのトップスですね、以前の動画でも紹介した2ウェイ不白コンビネーションというトップスなんですけども、今回は以前の動画と違って前と後ろを逆に着ています。どちらが前でも着れるので2ウェイになってすごく可愛いです。また上品に見えるワインレッドのバッグを差し色に入れて、コーデ自体を大人っぽく綺麗な上品な形に仕上げました。こちら2つ目のコーデです。こちらのコーデのテーマが黒の抜け感が可愛い夜の散歩デートコーデです。こちら中に黒のキャミソールと黒のキャミワンピを重ねることで、デコルテが綺麗に見えるので大人綺麗な印象になります。そしてバックスタイルも後ろにリボンがついていて、今っぽいシルエットになってます。上からカーディガンをゆるっと羽織ることで寒さの調節もできますし、シルエットのバランス感がメンズ受け間違いなしです。こちら3つ目のコーデです。こちらのテーマは海ドライブ、海外風のカジュアルコーデです。前の2つのコーデとは違って、カジュアルコーデが好きな男性とのデートコーデを組んでみました。同じ GU の白シャツで男性と揃えたり、このようにオレンジのカラーで揃えたりすることでおソロコーデもできるので、カップル揃って写真映え間違いないコーデになります。こちらのコーデ個人的にすごくお気に入りのコーデです。ということで以上、男受けするコーデ3選でした。皆さんはどのようなアイテムが男受けすると思いますか？もしよろしければお気軽にコメントください。それではチャンネル登録、高評価、コメント、ぜひよろしくお願いいたします。また次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。